こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は、農地法違反等により、営農型太陽光発電事業に対し、FIT ・ヒップ交付金が一時停止されたことについて紹介します。はじめに、今回の法令違反については、2024年8月5日に、経済産業省の資源エネルギー庁より発表があり、内容としては、 農林水産省と連携し、農地法違反などが確認された、営農型太陽光発電、通称ソーラーシェアリング事業に対してフィット、FIT ・ィップ交付金の一時停止措置を実施しました。なお、一時停止措置を受けた営農型太陽光発電事業は342件で、事業者数は20で、また対象となる事業の出力の合計は、 17.567メガワットです。ちなみに、当該事業者の名前は非公表となっています。次に、営農型太陽光発電とは、農地にソーラーパネルを設置して発電する取り組みで、画像のように農地に支柱を立て、作物の上部に太陽光パネルを設置するため、農業を営みながら発電が可能です。そして、営農型太陽光発電は、 グラフの通り、年々増加し、政府としては、令和元年に後押しをすることを閣議決定しています。なお、営農型太陽光発電をする際は、農地法に基づき農地転用許可が必要です。また、毎年報告義務があり、地域の平均的な収穫量と比較して、2割以上減少していないかや、 生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないかなどについて審査されます。次に、今回の法令違反の措置対象は主に2点あります。はじめに1点目は、農地転用許可者から是正勧告や現状回復命令が出された違反転用状態のもので、15件6事業者がこの行為を犯していました。なお、具体例としては、 太陽光パネルの下部の農地での営農が適切に継続されていないことや、一時転用期間満了後も設備が撤去されていないことなどが挙げられます。次に2点目は、FIT 認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事案について、期限内に農地転用許可の取得が行われず、 ののの認定要件件ををいいててるもので、327業者がこの行為を犯していましまた。次に、今回交付金を一時停止した理由の一つの要因として、再エネ特措法の改正があります。この改正は、2024年4月1日に行われ、この改正された法令を改正再エネ特措法と呼ぶことがあります。この改正の一つとして、 関係法令の違反事業者に対して早期の違反解消を促すため FIT ・ FIP 交付金を一時停止する措置が新設されこれを根拠に今回違反事業者の交付金を一時停止しましたなお違反が解消されず認定が取り消された場合返還命令にあたる一時停止された交付金を徴収する措置も設けられています ちなみに、この法令が施行された翌日4月2日に、臨時で無許可開発など森林法の違反状態が明らかな太陽光発電事業9件のフィット・フィップ交付金の一時停止を行っています。なので、今回の農地法違反によるフィット・フィップ交付金の一時停止は2例目に当たります。以上、農地法違反等により、 営農型太陽光発電事業に対し、フィット・フィップ交付金が一時停止されたことについて紹介しました。このチャンネルでは、電気主任技術者、電気工事士、電験の受験者の方など、電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。 また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。